今日は平林様を語らせていただきます。むかすむかす、あるとこの大店さ働いていた小僧さんが、ご主人様から用足すを頼まれたことがあったと。この手紙を隣村の平林様さ届けてけろな。隣村さ行って平林様と言うとすぐわがっからって語って、大きな封筒の表さ平林様と書いた手紙を小僧さんさ持たせたと。小僧さんそいつ懐さ入れて早速出張って行ったと。まだその日はえらい天気がいくて、ポカポカ陽気の中元気よく歩いて行ったつもんね。途中でここらで一休みすっかなと思って、道端の大きな木の根元さこす下ろしたっけ。そこさいい風がサラサラって吹いてきて、なんとも気もずいもんだから、小僧さんついうっかりそこで寝てしまったんだとは。さあしばらく経ってはっと気がついて目覚めた頃は、おでんと様が少し西の方さ沈みかけていたったと。しまったと思って小僧さん慌てて懐から封筒を取り出してみたら、なんて書いたかその図読めねぐなってしまったんだと。一生懸命思い出そうとしたげんとも図読めねえ小僧さんダメだったんだおね。でもまあいいか、器具は一時のはずだから、誰がさ聞いてみっぺと、こう思って先急いだと。そしたけ向こうの方から人来たつおね。待ってましたとばかり小僧さんつかぐさ言って、こいつなんと読むんだべがって聞いたと。したけその人、こいつが、こいつはな平林様と呼ぶんでねえべがなと言ったと。小僧さんはありがとうござりしたってお礼はしたものの、確かご主人様は平林様とは言っていねかったなぁと思って、納得いかねえまままだ先急いだと。そしたけまた人やってきたつおね。小僧さん前と同じようにつかぐさ言って、こいつなんと読むんだべがって聞いたと。そしたけ今度はその人、こいつが、こいつはなヒラリン様って読むんでねえべがって言ったんだと。小僧さんありがとうござりしたってお礼言ったものの、旦那様はご主人様はヒラリン様とは言わなかったなーってまだ納得できねえまま先急いだと。すたっけ今度は向こうから長いひげ生やして袴を履いた立派な身なりの人がやってきたと。小僧さん、あの人ならまずげえねえべ、三度目の正月とも言うからと思って喜んで、つかぐさ言って丁寧に挨拶して、申し訳ござりんが、こいつなんて読むんでござりすかって聞いたと。そしたけその人、長いひげゆっくりなでながら、こいつが、こいつはな一発十の黙々って読むんだどって仰せだと。一発十の黙々、ご主人様こんな長いこと言わねかったなと思いながら、でも待てぬお礼を言って、
はだはだ困ってしまったど。あだりみだっけ少し薄暗くなってだす。小僧さん焦って焦ってとにかく先急いだど。そしてるずぬも村さついてしまったど。さあ小僧さんますます慌ててどうしたらいいべと思ったときぬ、ふっと何か思いついたど。小僧さん水端さあった竹の棒を一本拾って、その竹の先の方を少し裂いて、そこさ大きな封筒を挟んで、そいつ片っぽの手さ持って高く掲げて、それから空き缶見つけて、そいつこつさぶら下げて、もう一つの手で空き缶カン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 と叩きながら、大きな声で、へーりんか、ひらりんか、180の黙黙か、へーりんか、ひらりんか、180の黙黙か、って大きな声で騒いだんだと。そしたけ村の一つ、何事起きたべと思って、いっぺ集まってきたんだとね。で、その中ぬ、もしかしたら、そいつおらいのうずのことでねえべかって言った人いだったと。小僧さん、あんだのうずなんていうのっしゃって聞いたっけ。おらいは平林って言うんでがすって言ったと。小僧さん喜んで、ああ、そいつだ。俺探してたの、平林さんだったと思って、無事に平林様のところに、その手紙を届けることができたんだと。まあ、それにしても、ちょっと人騒がしな小僧さんだったげんとも、なかなか頭のいいとこあったっちゃねえ。ドービン。